県民ふれあい会館は、岐阜県岐阜市にある、岐阜県の公共施設。正式名称は、岐阜県県民ふれあい会館。指定管理者制度に基づき選定された、共同体、ふれあい、ファシリティズにより運営されている。ネーミングライツの導入により、名称を、大久保ふれあい会館としている。1993年10月29日竣工。敷地面積は 2193 平方メートルで、岐阜県庁舎の西方約500メートルに所在する。県民のふれあいと交流の促進を図ること、及び県民文化の発展に寄与することを目的とする。第一棟は、地上14階、棟屋1階の建物で、床面積 22,510 平方メートル。第2棟は、地上9階、棟屋1階の建物で、床面積 11,171.93 平方メートル。ホール棟は、地上4階の建物で、床面積 5,731 平方メートル。デッキは、地上2階レベルの人工地盤、床面積 1,771 平方メートル。プラザを中心に、北西から南に、第1棟、第2棟、ホール棟を半円状に配置し、デッキ及び3層吹き抜けのアトリウムでこれら施設を一体的に繋いでいるため、外観上は一つの建物に見える。2012年12月に、岐阜県の旧岐阜総合庁舎の解体に伴い、岐阜県における岐阜地域を管轄する行政機関の一部が移転している。岐阜県はかねてから当施設へのネーミングライツパートナーを公募していたが、2011年4月より財団法人田口福寿会が権利を取得したことにより、ふれあい福寿会館の愛称が用いられた。契約期間は5年間。なお、2017年には契約終了に伴う公募が行われ、大垣共立銀行が取得。愛称を大久保ふれあい会館とし、同年4月1日以降から3年間の契約が結ばれた。2020年3月には契約年数を5年間に改めた上で更新し、2025年3月末までの権利となった。ありがとうございます。